から負けちゃいけないんじゃないかな、いい流れ来てるんで。ナイブになる時もあるけど、ダンス踊ってる時は一番気持ちいいよね。本日はですね、フルキャストレイザーズさんと対戦になりますね。気合い入れないと。バリエンスです。お願いします。お願いします。じゃあ、次先にフロアチェック。フロアチェックしていきましょう。フロアチェックしていきましょう。フロアチェック。場面場面によって繰り広げられる展開が多くて、なんかあっという間に終わるんじゃないかなと思うし、多分お客さんも見てて、わーっていう部分が結構いくつか山場があると思う。次今日リハやってる感じ完璧だったんで、ぐわーってかましてくれれば、もうあそこに多分結構結果はつくんじゃないかなと思う。あ、もう一番最前列でリハの動画撮って、あとねメンバーが確認するようで動画撮影係でございます。昨年度はスイープ負けしちゃってるんで、今回負けちゃいけないんじゃないか、いい流れ来てるんで、やっぱここは崩せないかなっていうのがあります。いや今勢いに乗ってるんで、はい、ここで勝たないとちょっとまずいところの試合でもあるので、メンバーの皆さんに気合いで今回ワイルドスイクスっていうメンバーが作品作りを、まあ、一応担当して、そこからみんなでブラッシュアップした作品なんですけど、彼ダンスが上手くて、 もちろんなんかクランプ以外に、クランプ以外の要素もいろんな振りに入っていたりするんで、コンセプト的にはやっぱりナイブになる時もあるけど、ダンス踊ってる時は一番気持ちいいよねっていう、そういう、まあ、気持ちが晴れになるっていうところが、お客さんだったり審査員、ジャッジの皆さんに伝わったら、まあ、一番ベストなんじゃないかなっていう。極力もう気持ちナイブにしていこうかなと。で最後の最後に晴れさせようかなと。まだ雨です今。どんよりしますだから。はい。最後まで。もう楽しんだらいけるんじゃないかなと。ゴーレイザーゴーチュー Round 9 5th match Valiant's Infinities versus Full Cast Razors。5th
スマッチ、ブルーコーナーのバリュエンスインフィニティーズか、レッドコーナーのフルキャストレイザーズか。それではジャッジの結果を見ていきましょう。レッド、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 レッド。勝者はスウェーデンのレッドコーナー、フルキャストレイザーズ。おめでとうございます。ここでスミリフが飛び出しました。皆さんの気持ちは晴れましたでしょうか。今日、来れなかった、お母さんと、あと僕は空にいるお父さんがいるんですけど、一つ言いたいです。僕は、この最高なステージ D リーグに最高のメンバーフルキャストレイザーズのみんなとぶちかましてます。なんでそれを、ずっと応援してください。必ず最高の姿を見せます。拳上げ、突き上げろレイザーズ。ありがとうございました。やばいやばい。ありがとうございます。このシーズン初のスイーツ、はい、いかがですか。あ、嬉しいですね、素直に。まあ、あのワイルドツイックスの言葉に泣かされました。いや、喜んでるんじゃないですかね、お嬢さんも。びっくりしましたね。スイープとまではあんま考えてはなかったんで、まあ、勝てると思う。ヤマト、あったー、ありがとうございます。いや最高。飛んだ瞬間どうだった。いや、飛んだ瞬間もう来たみたいな。いや、もう最高でした。めちゃくちゃうまくいきました。いや、めちゃくちゃうまくいきました。土台のパワーで晴れました。晴れました。そうっす、晴れたはずです。多分今空見たら雨もないと思うんで、はい、傘持ってこなくてよかったです。ありがとうございました。飯30万円だ。いや、これMVD 取れる日が来るなんて思ってなかったですね、本当に。いや、本当にファンの方々とメンバーのおかげです。ありがとうございます。さあ、それではメンバーの皆さん、どうぞもう少しこちらの真ん中の方でお越しください。ではここで一言いただきたいと思います。見事スウィープでの勝利となりました。ではメンバーの前の皆さん、お願いします。めちゃくちゃ嬉しいです。皆さんの気持ちは晴れましたでしょうか。いやー、ちょっと情けないです。一旦ちょっと映像を見て、ちょっと戻んないですけど、あーちょっと気にしたい。おはようございます。いや、いやーちょっとむずいっすよ。なんか俺が鍵やったのかな。なんか勝ち負けにしろ、やっぱり悔いは残らないようにしていきたいなと思ってるんで、今回ちょっと正直悔いは残っちゃった部分が結構でかくて、その辺は詰めが甘かったなとは思うので、もっと完璧な状態で出せるようにしようと思いました。